はいどうもマノチです、よろしくお願いします。森友哉物語やっていきましょう。難易度は72-65です。強い強いですね。はいで、今現在の成績がこんな感じです。なかなかいい感じじゃないかなと思います。で今回は、ファイターズ3連戦取っていきます。能力アップなんかできるかな。三振貯めるか、692まで。あ、そうそうそう、プルヒッターゲットしました。特にあげれるものはないかな。このままいきますか。よーし、やっていくぞ。キャッチャーで、はい、頑張りましょう。今回、まあ、3連戦あるわけなんですが、1本でもホームラン打ったら俺キャプテンになるわ。前にもね、同じようなんかの企画の時に、何かやれば次の動画俺キャプテンねみたいなことをやったんだよね。なんか何の動画か忘れたんだけど、それやります。ホームラン打ったら俺キャプテンね。次の動画の挨拶の時に、はいどうもキャプテンですって挨拶したいだけです。よしやるぞ、ホームラン打つぞ、キャプテンになるから。カラバイオが1位なんだね。よっしゃ、さあ行きなさい。よいしょ、めっちゃ集中してっから。いやー入ったか。ワンボールツーストライクです。ナバッチ、あ、大谷がライトで出てる。ほら、うわーすごい強肩。オッケーです。ナバッチ、ナバッチ、よし守るぞ。これからファイターズ、バッターは春樹か。5試合連続安打が続いています。本当に打撃好調です。相手を0点に抑えて、これから1回入ればラッキーぐらいで、うん、ナイスボールになりました。同じようなコース、スライダー打ちました。浅村、よいしょ、わし速えな西川。昨日の動画、まあ、3本目で、今回4本目ということで、3本目まではね同じ日に撮ってたんだけど、ちょっとね日空いてからこれ撮ってるんだけど、予定ではね交流戦終わりまでまとめてバッて撮りたいんだよね。打撃好調であることを願うね、自分が。どういうバッターなんでしょうか。まあ引っ張らせると怖いバッターですね。私なら外中心で攻めますね。さあ、そうですか。よし、変化球外れました。とりあえずヒット1本は出てっからね。いいよ、外れています。高め空振り。全然違うとこ来たね。うわぁ、バットに当たりません。三振、まず1つはナイピッチ。よし、3試合で1本でしょ。なんとかなれそうじゃない。てかもう10奪三振もしてんだ。なるほど、ではバッテリーの組み立てに注目ですね。ナイスボー。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。 OK、 低めの変化球は決まりません。あ、捉える。あ、よかった、危ない。になります。2ボール2ストライクです。インコース詰まりました。掴んで2アウトです。うまい。2アウトランナー1塁上があります。いやあれだな、ミート打ちでもよかったかもしれないな今のな。なんとか突破口。西さん、お、宮西か。もう安心して見ていられるのではないでしょうか。まあ、もちろん気を抜いてはいけないんですけれどもね、まあ、こういう時はねベンチも少し余裕あると思いますよね。そうですよね。いやー、ストレートか。俺もスラブ狙ってるぞ今。
いや、全然ないとこない。1球目しかないとこないじゃん。アウト、ワンアウトです。うまい。切り替えていきましょう。試合を制したのは日本ハム。残り2試合でホームラン1本、不可能ではないよ。吉川とか武田勝あたりがね、先発来てくれれば。武田勝の方がいいかな。あんまり球速いピッチャーは得意じゃないからね。吉川か。いや、ここなんとかものにしましょう。はい、飛距離がスタメンだもんね。いいよね。頑張りましょう。いや、今これね、撮ってるのはね、10月の20日だったかな、今日。20日だね、20日。10月20日なんだけども、なんとか日本シリーズまでにこの企画を終わらしたいと思ってんだよね。なんか難しいと思うんだけど、日本シリーズをゆっくり見たいんだよ。もう打点ランキング1位じゃないですか。こう見るとセーブすげえな。しゃあ来い。お、ゼフチョー、チャンス、これ超チャンス。くそ、マジ狙ってっかんな。さばくタイプのバッターですね。一発となる怖いバッターですよ。なるほど、そうですか。手出なかった。バッター追い込まれてるんで手を出してきますよ。ボール気味でいいです。頭上ぐんぐん入った。ホー、飛んだね。141メートル。ライオンズファイターズ初回いきなり先制弾を浴びました。追い込んでからの変化球です。パフォーマンスどれにしようかな。まだ把握してないんだよ。ちょ、右ボタン押しとこう。どれだっけ、これ。イグニッション。いいぞ。なんか目の前の壁が邪魔だったけど。やりましたよ。次回キャプテンですよ。いや、今日2桁乗せたね、これで。あ、そうそうそう。俺、チェンジオブペース見るから。今回こそ。決め球に使うから。ちょっと変化球から入るか。チェンジオブペース。よし。企画中に絶対見るかな。いや、日ハム強いな。けどあれか、一気に4点取ったからあれだけど、1点差だもんね。こっちも毎回点取ってるし。よし、行くぜ。やっぱり左ピッチャーの方が打率いいんだ。よし来い。森がバッターボックスです。やはりランナーがいると初球も慎重になりますね。なるほど、そうですね。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですね。よし、この球は、あ、外れました。これで3ボール。うわ、ナイスボール。巨人に行くぞ。ピッチャー逃げ切れるか。オッケー。コントロールが乱れています。これでいい勝負だね。ここはこれ以上気づくと。よし来い。打点上げるぞ。次は警戒すべきバッターが相手ですから、丁寧に行った方がいいでしょうね。そうですね。さあ、気をつけていきたい。森が打席に入っています。これが3球目。バッテリー後がなくなってきました。もうここは開き直って力勝負でいいと思います。バッターの森、今シーズン得点圏での打率は、確かに甘くなって長打を避けた。点取られすぎだな。バッターボックスは3番森。谷本か。この打席で押し出しのフォアボールを選んでいます。谷本、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ここら辺に張るかな。あー、来たけど。さあ、3球目は何か。インコースを取りました。またここら辺に張っとくか。
トロを見送ると、これが5球目。インコース決まった。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。うわー、もうちょっと何かできたかな今のは。アウト、ツーアウト。いや、まあ若干ね、もうホームラン打ったことによって俺の仕事は終わったなって気がしてんだよね。麻酔だ、かっこいいよね。このランダ戦よし来い。ついに9回を迎えます。ストレートに張って早めに振る、まあ、最終回来てしまいましたけれども、とにかく、もうちょっと頑張ってほしいですよ。9回もランダ戦続くんでしょうか。おられた。打ちました。ここもファールです。いやー、きついな。狙いが読めていれば、さすが守護神って感じじゃない。これもファウル。引っ張った田中。うん、まあまあまあいいんじゃないですか。よくはねえけどな。結局1安打か。なんとか逃げ切りました。ああ、ただフォアボール2つ選んでるか。悪くなかったね。4位転落。今見えたね、文字がね。4位か。まあいつでも逆転できる位置にはいる4位だけどね。気分のいい順位ではないね。よし、頑張りましょう。ちょっとコーヒー飲ましてね。よし。いやー、でもキャプテン慣れたね。ぶっちゃけ出ないと思ってたんだけどな。前何の企画だったかね。北海道札幌ドームです。てかあれなんだよね、やってる俺よりね、見てる人が詳しいんだよね、俺の企画についても。バッターボックスには3番森。いやー、珍しく俺ホームランの調子がいいんだけど。過去最高じゃないか、このペースは。そしてキャッチャーは近藤。このバッテリーをライオンズ打線がどう攻略していくか。すげえ調子いいな、さすが森くんだな。よし、この球は落としましたが決まりません。ボール先行です。高めいっぱい。ナイスボール。ゆるい球来ねえかな。打ちました。打球はセンターへ。ここは打ち上げています。最後はセンターフライ掴んで3アウトです。てかあれか、プルヒッターついてるわけだし、もうちょっと早く振ってもいいのか。まあ一応心がけるか。バッターは西川。昨日のゲームでは見事なバッティングでチームに貢献しています。さあここから初回の攻撃になるわけですが、フォーク決め玉にしたいな。もう一球スライダー行こうか。得点できるような状態ですから、本当にいいチーム状態だと思います。そうですね、今日はその好調な打線にも注目しましょう。大体でいい。真ん中か。一二塁間を破る。これで8試合連続安打。調子いいね。よし、まあ1打席やった感じ、上野はちょっとあんまり打てる気がしないかな。あー、もったいない。なるほど、そうですね。ミート打ちだ。ちょっと強振だと打てない気がする。ダメだ。詰まりました。ここはフライになっています。ショートが落下点に入ります。あ、全然忘れてた、早めに振るんだ。ちょっと早めに振ってみよう。まあそれでね、何かこう自分の中で見つかるかもしれないからね。バッターボックス森。先ほどの打席
は内野フライに打ち取られています。まずはワンアウトを取っています。今日の先発ピッチャーはファイターズがフラン、そしてまあこんな感じになろう、多分早めに振ったぞ。となっています。早すぎた、わかんない。ちょストレート来られたらまずい。低めの変化球は決まりません。ミート、あー危ない。インサイド落ちました。よっしゃ、オッケー、ヤバッチ。これで5試合連続安打、ワンアウトランナー。ふう、とりあえずヒット。厳しいコースだったんですが、いや、いいんじゃないかな、調子いいと思うな今日の俺。ピッチャー変わんないかな。バッターは3番森。変わっても谷本か。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。フォアボールのランナーが出ています。ファウルになります。期待ぞ。先制が上手いですからランナーはやりにくいでしょうね。よし、そうですね。膝元ナイスボー。2ボール2ストライクと追い込んでいます。インサイドライトへ打球伸びる。この打球はフライ。いや、なんかライト大谷っていうのはすごい久々に見る気がするわ。今年 DH ばっかあったもんね。お、いいんでしょう、こういうところで働きたかったのよ。さあ、そして打席には大谷が入っています。大谷か。得点圏には同点のランナーを置いています。まあここは逃せない場面でしょうね。なるほど、そうですよね。ファウルボールです。一塁の逆転もっと快楽ホールインで進められたら大きいですけどね。よしよ、なるほど、そうですか。動きやすい場面ですからね、ここは。外の球を打った、ショート取った、二塁へ送球。よし、3アウト。いいぞ。え、ここでともみくんってことは誰だい。9回は増田か。そうか、そうか。バッターボックス谷口、今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナーありません。あと1点が届くかどうか、この打席で全てが決まります。まあそうですね、やっぱり意地を見せてもらいたいですよね。ガンガンストレートで押し込んで。ああ、よく見ましたね、打ちました渡辺。よし、試合終了になりました。日本やりました。いやいや、嬉しい嬉しい、いい活躍できたキャッチャーとして。星コーリード、ありがとう。よかったわ。ともみくん守護神の方がな、俺は好きだな。それはオールスターの人気投票だとキャッチャー部門で1位でしたね。オールスターデレスです。よし、まあ3試合ホームラン1本、まあ、悪くないけどね。ちょっと動画としては、ゲームとしてはちょっと寂しさが残ったかもしれないけど、まあ毎試合ヒットも出たし OK でしょう。次はロッテ戦取っていきましょう。でロッテ終わって交流戦入る感じでいきたいと思います。次回はキャプテンとしてね、しっかりと挨拶をしたいと思います。そんじゃ、今回はここで終わります。バイバイ。